皆さんこんにちは。なんだか気になるあの子が仲良くしてくるんだけど、もしかして俺のこと好きなのかな、なんてそわそわした経験はありませんか？女性ははっきり好きとは言わないけど、いろんな行動でそろそろ告白してよとか、私のこと好きになってよと男性にアピールしてきます。でも皆さんが女心がわからないと、そのサインにも気づいてあげられませんよね。今日は女性目線で、これは好きな気持ちが隠されているサインだよという6つの行動を紹介していきます。それ本当？とか理解できないなという場合もあるかもしれませんが、ぜひ柔軟に想像力を働かせて聞いてみてくださいね。では今日も有意義な勉強タイムを始めていきましょう。1、頻繁に連絡が来る。女性は好きな人には積極的に連絡します。寂しい時、暇な時、楽しいことがあって伝えたくなった時など、いろんな瞬間に好きな人に連絡したくなるんです。もちろん中には好きすぎて緊張して連絡できないという人もいるかもしれませんが、少なくともあなたに今頻繁に連絡をくれる人、どうでもいいことでも LINE を送ってくる人がいるなら、その人はあなたに好意を持ってくれている可能性が大ですよ。肝心なのはあなたから送るのではなく、女性の方から送ってくるということです。もちろんあなたから送っても会話は続くかもしれませんが、一旦途切れたとしてもまた女性から送ってくることが多いなら、それは間違いなくあなたと話したいとか、あなたとつながっていたい、逐一あなたの意見が知りたいと思っている証です。嫌いな人、興味のない人には間違いなく送りませんよ。これもまた確実なので、ぜひ気にしてみてください。 2. 誘ってくる。女性の方からご飯行こうよとか遊ぼうよと誘ってくる姿勢があるなら、これもまた好意が隠れている可能性がとても高いです。会いたいから誘う、話したいから誘う、顔を見たいから誘うというのは間違いなしですし、女性の場合は自分が可愛くなった姿を見せたいとか、自分への興味をもっと高めてほしいという気持ちもあるので、頻繁に誘ってくるんです。二人で会おうと誘うか、みんなで会おうと誘うかは女性の積極性によって違います。二人きりでなくても会いたい、まだそこまで好きな気持ちをオープンにするのは恥ずかしいと思っている人は実際に多いので、必ずしも二人で会うように誘うばかりではありませんよ。少しでも一緒にいられる時間を作りたいから頑張って自分で誘ったり、友達に誘ってもらったりもしますよ。女性はあなたとの接点を増やせば増やすほど、あなたが好意を持ってくれるチャンスが増えると考えているんです。 3. 関わりを持とうとする。好きな人とはどんな形でもいいから関わりを持ちたいと思うものです。例えば同じ時間帯に社食に行ったり、エレベーターで一緒に乗れるようにタイミングを合わせてみたり、物の貸し借りをしようとしてみたり、お土産をあげようとしたり、こうやってこまめに距離を縮めてこようとしたり近づいてくるのはあなたのことが好きだからですよ。ただそれが他の人にも同じようにやっているなら違うかもしれません。あなただけに頻繁にしてくるなら、あなたを特別扱いしているという見方ができますよね。男性の皆様もこの点は同じかなと思いますが、好きだからこそ他の人とは違う対応をしたり特別扱いをしますよね。それが好きだからという遠回しなアピールになるわけです。なんで俺にばかり声をかけてくるんだろうとか、なんでいつも俺ばかりくれるんだろうとか、そんな実感があるならそれは特別扱いされているってことなのかもしれませんよ。 4. 共通点があることをアピールしてくる。3番のように多く関わりを持つためにも、女性はあなたとの共通点を探します。共通することについてはお互い深い話ができるようになるし、そのテーマを通じて心が通じる感覚をも得ることができるからです。また共通点を見つけるだけでなく、共感を示すという姿勢も見せてきますよ。これはある意味同じ考えですイコールあなたと私の共通点ですということを言いたいんですね。共感し合える相手には好意を持ちやすいと女性側も考えているので、あえてわかるとか、私もそれ言おうと思ってたみたいに共感をアピールしてきますよ。そして共感アピールができるようになるためにも、あなたの考え方や感性を研究します。だからよくあなたに質問をするようにもなるし、見てくることも多くなるんです。
あなたのことをよく知っていないと自然に共感できませんからね。もちろん特別な行為がなくても共感をしてくる人だっているとは思います。でもわざわざアピールはしてこないと思いますよ。積極的に質問してきて共感を乗っけてくるという場合は確実に女性側が一生懸命アピールしていると言えます。あなたが積極的に共通点となりそうな部分の話を持ち出すのか相手が持ち出すのかということですね。嫌いな人とは共通点さえも持ちたくないので、もし共通点があるとしても絶対会話に出さないようにしますから。 5. よく褒めてくる。女性は好きな人のことを特別視しています。だから特別に可愛がったり褒めたりしたくなるんですよね。女性には母性本能もあるので、可愛がることで愛があることを伝えたいという感覚が入ってくる場合もあります。いずれにしても誰だって褒められると気分がいいし、褒めてくれる人といることはメリットになりますよね。だから女性は男性にとってのメリットが多い存在になりたいと思っているんです。とにかく好きだからいいところばかりが目につくし、悪いと言われる部分でさえ愛おしく見えるかもしれません。片付けができない男性をだらしないと感じるか可愛いと感じるか、これは愛おしさがあるかどうかで全然違ってきますからね。好きな気持ちがなければ片付けができなくて汚くしている人なんて本当にだらしなくて嫌なだけです。でも好きな人の部屋が汚くてもしょうがないなって言いながら片付けてあげたくなっちゃう。洗濯だって掃除だって何でもしちゃうんです。もはや汚いと感じないから。これは驚くべき違いですよね。少し話がずれましたが、あなたのことをよく褒めてくれたり、他の人が良くないという部分でさえニコニコ笑顔で受け入れてくれてる人は、あなたのことが好きな可能性がとても高いんですよ。6. 二人きりになろうとする。好きな人とキスがしたいし触られたいという欲求はほぼ全員の女性が持っています。みんな本当は早く付き合ってイチャイチャしたいんです。気持ちをほのめかしたり告白したり、イチャイチャできるチャンスがあるのはやっぱり二人きりの時ですよね。だからあなたとの二人きりの時間を作ろうとする女性は間違いなくあなたに好意を抱いています。その瞬間がチャンスだと思っているかもしれません。女性が二人きりになりたがっているか、二人きりに抵抗がないかを試す方法って実はあるんですよ。二人の間でご飯食べに行こうとか遊びに行こうという話が出た時に、あなたの方からどうする、他の人も誘うって聞いてみるといいんです。その時に女性がううん別に誘わなくていいんじゃないみたいに言ってくるなら、これは遠回しに二人の方がいいと言っていることにもなりますよね。またあなたが誘いたいなら誘ってもいいよなんてそっけなく言われちゃう場合もありますが、そんな時はじゃあ誰も誘わないとだけ言ってみましょう。余計なことは何も説明しないで相手にいろいろ想像させるんです。二人がいいってこと、深い意味あるなんて想像を膨らませることで、女性はますますあなたに夢中になっていきます。以上、好きとほぼ同じ意味を持つ女の行動についてご紹介しました。6つのサインを解説してきましたが、いかがでしたか。もちろん女性の性格によってはこんなにはっきりと行動を起こせない人もいます。あなたの気になっている女性がものすごく奥手だったら、ここまではっきりアピールしてくれることは少ないかも。でもあなたが特に意識していない女性が意外にもアピールしてきている場合だってあるんですよね。ぜひ視野をもっと広げて、実はあなたのことが好きな人がいるかどうかをチェックしてみるのも面白いかもしれませんね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。